こんにちは、アズマ渚よ。ウィンドミル最新作約束の夏まほろばの夢は5月25日金曜日に発売よ。はあ、なんだ神器臭い。その腐った少年、人様にお見せする前に叩き直してやろうか。ため息一つついたくらいでなんでそこまでされなくちゃいけないのよ。なんだ、張った声も出せるじゃないか。だいたい両太相手には勝負だなんだといつも威勢のいいことを言っているだろう。普段のその勢いはどこへやった。それは、その両太相手なら負けてもひどいことにはならないし、気楽に相手できるというか。ほう、ずいぶん両太のことを信頼しているんだな。信頼なんてしてないわよ。あんなヘタレで鈍感なやつのことなんてどうでもいいの。そんなことより宣伝でしょ。そうだったな。ではその宣伝とやら早くしないといけないのではないか。くー、セリナ、あんたもうちょっと真面目に手伝いなさいよ。いいのか。今日は珍しく渚が主役なのだろう。そうか、主役がいらないというのであれば私が。ダメ。私だってやるときはやるんだから。約束の夏まほろばの夢は5月25日発売よ。予約の案内はいいのか。予約もまだまだ受付中。そんな怒鳴りつけるような声では客は嬉しくないぞ。もっと猫なで声でも出してみたらどうだ。あんた本当に何しに来たわけ。